あのウクライナの大統領であるゼレンスキーさんは、いかにウクライナが生き残るかっていう戦略で考えてるだけで、精神君主になるつもりもないし、あの嘘もついてもいいと思ってるんだと思うんですよ。 まあの、ロシアって平気でそのメディアで嘘流すよねっていうのは日本の人も知ってると思うんですけど、あの、ウクライナも、あの、やってるっちゃやってるんですよ。<laughs> あの、要はその、あれ、それ、ロシアじゃなくてやったのウクライナよねっていうのも、ウクライナのせいに、あの、ロシアのせいにしていたりとかも多少あるんですよ。 なので、ま、あの、ロシアに比べると全然少ないし、別にあの、なんか、あの、人殺しをしてるわけではないので、ただ許容範囲内でだよねっていうのがあって、えっ、ー、と、例えば、あの、なんかね、飛行機のエースパイロットで、なんか一週間で、あの、5機戦闘機を撃ち落としたみたいな。 ウクライナのゴーストみたいな、あの、なんか、ニュースが流れたんですけど、いや、その、めちゃめちゃ優秀な、その、なんか、飛行機パイロットがいるよ、みたいなニュースが、ウクライナ初で流れたんですけど、で、まあ、あの、名前も出ないし、そういう人もいるっていう、なんか、その、誰なんだよとは言わないんですけど、ま、たぶん、あれ、嘘なんですよ。 あの、まあ、あの、ロシアの戦闘機を落としたもそうだし、で、一応、なんかその優秀な人もいるんだろうけど、そのなんか3日で5機を落とすとか、なんかそれが、キエフの亡霊それ。うん。なので、ね、それはちょっと作ってるっしょみたいなのもあると思うんですけど、ただ、まあ、そういうことを言うことで、その国内の国民の、そのなんか、俺たち頑張ろうぜみたいなのとか、あの、まあ、その、ひょっとしたら俺たち勝てるんじゃねみたいなのをこう、気分を固有させることで、なんとか、その、ウクライナを勝とうとしてるっていうのがあったりするので、 なのであのまあある程度作るのはしょうがないよねっていうのはあるんですけどであの義勇兵を募集してるっていうのがあってであのイギリス人とかの兵隊とかもウクライナに行ったりしててで日本人も何人かウクライナ行ってるんですよね。で世界中からその義勇兵っていう形でウクライナに行くとそこでじゃあ例えばイギリス人が死んだ時に。 イギリス人が死にましたロシア人に殺されましたってなった時にイギリスとしてはそれがウクライナとロシアの戦争ではなく僕らの戦争っていう感覚になって要はロシアをなんとか潰そうぜっていう世論が強くなる可能性があるんですよ。なので世界中から義勇兵を集めてであ,のあわよくば死んでくれた方がウクライナを助けようぜロシアを潰そうぜっていう世論が強くなる。 例えばじゃあその日本人が死にました。ロシア人に殺されましたってなった時に、そのロシアに経済制裁しようぜってなった時に、その殺された日本人の親族とか友達とかは、マジ経済制裁ガチでやろうぜ。もうロシアなんか潰そうぜっていうのを日本の中から言うようになるじゃないですか。だから仮にじゃあその日本人が100人ぐらい義勇兵として来ましたって言って、その100人が死んだとしたら、まあ、友達とか親戚とか、まあ一人当たり100人ぐらいだから1万人ぐらいが、 やっぱりその強くロシアを攻撃しろっていうふうな言い方になっちゃうんですよ。で、メディアとかもその亡くなった遺族ですってなると、あの、なんとかしてロシアを止めてくださいって泣きながら言うと、まあそれを見た人たちが、いや、やっぱり良くないよねっていうふうに思うじゃないですか。っていうのがあるので、その、世界中から義勇兵を集めるっていうのは、あの、聖人君主の行動かというとそうではないと。